こんにちは。 STV ニュースウォーカー藤森康江です。津高地区にも新型インフルエンザが入ってきました。大流行を防ぐためにもマスク、うがい、手洗いに心がけ感染を防ぎましょう。それでは今週のニュース項目です。8月30日に予定されている高山村議会議員選挙関連のニュースを中心に、これまでの出来事、イベントなどをお伝えします。須坂市の定例記者会見が25日行われ、9月1日から始まる須坂市議会9月定例会に提出する一般会計補正予算案などについて説明を行いました。平成21年度一般会計補正予算案は総額3億2400万円余りで、主な事業としては来年度から計画している学校給食民営化による調理業務委託について業者選定会議などの費用に730万円、全小中学校のデジタル放送対応アンテナ設置や豊洲小と日立小太陽光発電設置の設計委託などの学校施設整備事業に1300万円などとなっています。また会見ではこのほど経済産業省で採択された平成21年度地域見守り支援システム実証事業がスタートすることを発表しました。これは須坂市、須坂病院、スコーケーブルテレビなどが信州スコーエリア地域医療連携コンソーシアムを組織し、須坂病院や訪問看護ステーションなどと連携してお年寄りの見守り支援や服薬指導、医療機関の予約案内などを STV のデータ放送で確認できるシステムです。この実証事業の期間は3年間、10月26日からのスタートを予定しています。8月23日の須坂市民防災の日に合わせ、須坂市は地域住民や関係各機関と連携し、大規模災害を想定した総合防災訓練を住坂中学校で行いました。今回の訓練は豪雨による河川の氾濫に加え、小山地区を震源とする震度7の地震発生、さらに市内数カ所で土砂災害による被害を想定して行われ、地域住民や行政、消防関係機関など合わせておよそ700人が参加しました。現地災害対策本部設置訓練に始まり、臨時避難所となる高さ5メートルの大型エアロシェルターの設置訓練、ボランティア希望者の受付や市民の相談窓口の対応など35項目の訓練が順次行われ、この模様はスコーケーブルテレビの地域情報チャンネルで生中継されました。これはスコーケーブルテレビが今年2月に市内15カ所の避難所に寄贈した災害支援情報端末を使って、スコー3市町村との災害応援協定に基づき速やかに災害情報を提供するために実施したものです。他にもバケツリレーでの消火訓練や大規模地震による家屋倒壊で下敷きになった住民を救助する訓練のほか、高齢者や視覚・聴覚障害者などの要援護者への避難所での対応など実体験を通して行われました。この日、二嶺地区の鵜原川氾濫による豪六災害の慰霊祭にも参列した三木市長は、訓練の好評で、28年前の災害で亡くなった御霊に思いを馳せつつ、これからの須坂市の安全・安心の街づくりのためには、しっかり訓練に取り組んでいかなければなりませんと呼びかけました。市内二嶺町で23日、恒例となったドロンコバレーボール大会が開催されました。二嶺地区の住民などで組織する実行委員会が主催し、6回目を迎えた今回のドロンコバレーボール大会には市内外から最多の10チームが参加。ルールは全面泥の特設コートでソフトバレーボールを使用、1チーム6人で前後半の時間制で競い合います。選手たちは泥のコートに足を取られ思うように動けない中、ダイビングレシーブなどの積極的なプレーや手に汗握る長いラリーも随所に見られ、会場を沸かせていました。
超楽しかったです。はい、ドロンコバルどの辺がいいですかね。ドロンコになれるとこです。やっぱドロンコって最高ですよね。これ来年またリベンジで出たいと思いますんで、はい、頑張ります。今回は安曇野市からの参加もあり、須坂の夏の風物詩として広く認知される大会となっています。東京理科大学小布施まちづくり研究所は24日、栗ヶ丘小学校の3年の児童およそ100人と土間などで使われていた叩きの技術を使ったワークショップを行いました。この取り組みは建物を作る伝統技術を後世に伝えるとともに、身近にある素材を使いながら栗の木ブロックに代わる新しい舗装材を開発するという狙いがあります。参加した栗ヶ丘小学校の3年の児童は、木の枠板に紙パックをはめ、土に消石灰と食塩水を混ぜて固めて作る叩きブロックの製作に汗を流していました。完成した10センチ角の叩きブロックは学校の敷地内にある藤棚の下に舗装材として敷き詰めました。高齢者世帯や社会福祉施設などを対象にした電気配線の無料診断が26日行われ、長野県電気工事協力会などの職員が対象世帯一軒一軒の配線状況を確認していきました。これは8月の電気使用安全月間に合わせ、長野県電気工事協力会長野支部須高地区と中部電力長野営業所が主催して行ったもので、高齢者世帯や社会福祉施設などの配線診断など電気の安全な使い方を PR していくものです。この日はおよそ15名のスタッフが村内3カ所の高齢者宅を訪問、ブレーカーや家電の配線状況を一つ一つ丁寧に調査、より良い電化ライフが送れる環境を整えていきました。